にちは。本日はですね、ある人がドライブに連れてってくれるということで、さあ一体誰が迎えに来てくれたんでしょうか。ちょっといきなりちょっと紹介してもらいましょうか。これを紹介します、うん、ちょっとホームナンバーやめてください。なんか全然いいですけど。おー、コーヒーがこぼれてしまった。でもね、コーヒーこぼれても全然いい車なんで、いいっすよね。とりあえず、はい、車購入記念といたしまして、しょうもないですけど、今ちょっと一瞬見えたんやけど、ガラコあのね、これね、めっちゃ汚れても、さっきコーヒーこぼしたようにどうでもいい車なんですけど、いやでも、雨の日の視界はそれで、あ、なるほどね。これワイパー結構終わってるんですよ。あ、よかったやつ。ズズズズってなるから、ちょっと、はい、あとで一塗りしときます、はい、それと、まあこれ、今必要なもんが、あ、車を結構綺麗に保つ系のこの綺麗にする必要がない、この車にありがとう。でもこれでコーヒー吹ける、ありがたいことに速攻使えますね。綺麗な、こんな感じで、はい、ありがとうございました。じゃあレッツゴー。来ました。ちょっと道言ってください、全然わからない、とりあえずまっすぐは。これシートベルトもしかしてない？ないっすよ。捕まらへんわけ？捕まらないです。もともと整備でついてないものに関しては何も壊れない。ほんまに？だからそれで車検が通ってる時代のやつなんで。これやばい、イエーイ、ゴーメッセンジャくんにですね、デートスポットを紹介しようかなと思って何の意味合いの、なんか無理くりつなげた感じですね教えといた方がいいかなと思って。あ、ありがたいですね。おすすめのね、全くそんな予定はないですよ、一言先に言うときは最近まっちゃん元気してますか？まっちゃん元気やで。お前ですか？松村、ほんま早番号教えてやこれビデオで僕とまっちゃんやりとりしてますからねおかしいですよね。テレビで鉄次って、鉄次ってあのつけ麺のつけ麺の鉄次というのはもう分かる人がいます。テレビでやってて、うわここ行きたいっつって、はい、話してる時に、はい、天禄で鉄次に会いましたそれやばいじゃないですかつけてったら美味しいつけ麺にたどり着くかもしれないこれ左、これを左、空港線をすき家の角を、はい、左に曲がります。可愛いお姉ちゃんと僕がここを通る時が来るかもしれないってことですね。そう、この車に乗って、そうそうそう、この突き当たりまで OK。 全然想像がつかないです。ちょっと雨がパラついておりますね。え、早く早く、ダッシュダッシュ、早く高橋、早く来てるから、ここにね、ほら来てて、おお、すごいじゃん。これちっちゃかったわ、ほんま？今のちっちゃいやつは。雨が降ってきたんですけど、避難してきました。ね、思い出になりましたね。考えてますね。1台だけ見せて、うん、あとはもう自分で楽しんでくれと。あれは小さかったからな。また来た時楽しんでくれと。うん、そういうことです。そういうことで。いや、お前マジでシャワー。これ旅中やったら風呂入っちゃうとめっちゃ気持ちいいっすよ。これでシャンプーとかさ、あまり気持ちいいっすよね。いや、いい、雨降ってきたんで帰ってきました。はい、
とスケート行きたかったけど、まあ実際行けなかったですね。ほんまに、ね、申し訳ないんで、まあ、ちょっとこの間と撮りに行ったんですね。帰ってきて一発目のね見てもらいましょうか。まあ暇つぶしに痛そうなところもありますけど、よかったら見てください。はい、あの今日は車の自慢じゃないんで、あのはい、村地さんのが勝手に取り出したことなんで。ではではそちらどうぞ。イエーイ。あの死ぬ前に一言もらっといた方がいいかな。まあ、日本縦断した男がこんなやわなもんで死なないですよ。やわなもんって、このやわなもんで死なないですよ。これやわじゃないっしょ。これ結構いかついで、近く行ったらまあ3m50ぐらいですね。降りたりだけですかね。今日何の準備も何もしないですよ。なんかこう、何ちゅうかない。なんかやろうみたいな。柔軟とかせんねえの。しないです。しなくて大丈夫でしょ。こけるだけで言っても。まあまあ、どうなるでしょう。はい。やりました。やりました。ああ、かなりきつかった。結構時間かかったな。やばいですね。痛くて震えてるっす。最高。ああ、よし。でもなんかこう盛り上がった感じじゃないですね。見てた人いっぱいおったんですけど、全然。どうなんなんか大阪とはやっぱちょっと人は違うバイブスがもうあるんで。あの、まあでも。